川沿いに広がる山形県中山町。別荘。なんか静かだし、良さげなとこや、ね、歴史を感じるな。座敷わらしが出るという1年先まで予約でいっぱいの宿とは。あ、ここだ。高前村。高前村。すごい、この放浪の看板。いいね。建物はレトロな雰囲気。はい、全部貸し切れんの。なんか卓球台が置いてある。あ、いいね。ここも、ここは農機具が、玉ねぎが干してある。あっちに奥に蔵がある。いいじゃん、貸し切れんの。これらはすべておよそ120年前の古民家を改築したもので。古民家ね、いいよね。建物が建つ1500坪の敷地を田賀前村といい、すべてを貸し切ることができるんだそう。全部。こっちは玄関かな。行ってみたいな。ごめんください。おはようございます。なんだこれミステリーでお邪魔いたします、原田と申しますよ。よろしくお願いします。宿泊する母屋は広々としたレトロな佇まい。広い畳の部屋が。今までここにお泊まりになられた方はどういう体験をされてるんですか？いろいろありますけど、はい、例えば体の上に座敷わらしが乗っかってきたとかですね、髪の毛を引っ張られたとか、はあ、くすぐられたとか。ずいぶん積極的なんですね。早速なんですけど、その座敷わらしが出るというお部屋案内していただけますか？どうぞ、こちら、はい、うわ、なんか折り紙。これは全部願い事が書いてある千羽鶴折り紙ですね。泊まりになったお客さんが中に自分の願い事を書いて、すべてじゃメッセージが書かれてるんだ。すごい数ですけど。座敷わらし様に願いを聞いてもらうべく、全国から人々が訪れるという。そして奥の部屋には、うわ、すごい、すごい、いやー、すごい、感動しちゃう。すごいな。あら、ちょっと、ね、これらはお客さんが持ってきた座敷わらし様へのお供え物。あの絵がこの高山綾村で有名な座敷わらしの絵ですよ。あれ、要するにあれを携帯電話の待ち受け画面にするといいことが起きる。ああ、そうなの。ちょっと撮っとこう。あ、まあ、壁にでっかいのあるやん、ほら。インパクトありますよね、この絵ね。そうですね、一度見たら忘れられない顔ですよ。数多くの宿泊客がこの部屋で不思議な体験をし、その後幸運が訪れているという。いるね。嬉しそう。わかります。いらっしゃるね。もう完全にいるでしょ。わかんないですか？わかんないよ。感じます、うん、感じるっていうか、もういる。あ、いるんだ。わかるんだ。期待度マックスの原田。というわけでお泊まり開始。2連泊やからな。何が起こるのか。ここで寝るんだ。今回も原田の様子をモニタリング。座敷わらしさん、お邪魔します。僕は原田と言います。よろしくお願いします。いつものやつ。いつものように座敷わらし様へおもちゃを用意する原田。座敷わらしさん、どうぞこの部屋に遊びに来てください。
屋敷わらしさん、一緒に遊ぼう。入ってきていいよ。恥ずかしがんないでいいよ。座敷わらさんの声聞きたいな。座敷わらさん、こんばんは。だが期待とは裏腹に物音一つ聞こえない。いないんじゃない。電気を消してみる。そんな簡単に姿見せないか。いらっしゃいますか。だがその後も全く何も起こらない。いつもと違う。座敷わらしさん、どこにいんの。積極的すぎて引いてんじゃん。原田の期待とは裏腹に結局この夜何も起こらなかった。こんなこともあるんですね。起きてたの。いや寝てたでしょ。これはどう考えても風船一つ動かないっていう。珍しい。あれ珍しい。いつも必ず何か起こる。ずっと同じ気持ちで来てるのにね。辛そう。いや参ったな。一体なぜ自分の元には現れてくれないのか。そして2日目、この日は昨日とは打って変わり騒がしい夜となった。いやー起きるよ。何か起きるよ。ここから暗くしましたよ。座敷わらしさん、かくれんぼやらない。かくれんぼ10秒数えたら探してみて。あーただよー1 2 3。押し入れの中に隠れる原田。本当に隠れるんだ。もういいよ。押し入れの向かいには障子が。なんか映る。すると撮った。何嘘でしょ。何あれ。思いっきりでかっ。丸い球が光の玉が。オーブとかじゃないっすよね。どういうこと。外どういうこと。もういいよ。何すごい。光はどんどん集まってくる。すごい量やで。座敷わらしさん。うわわわわ。その頃隣の部屋では奇妙なことが起きていた。何。もういいよ。あ、すごい入ってきたんちゃうの。おお、分かってる。あ、入ってきた。もういいよ。入ってきて。あ、動いた。上が動いてる。これ何あれ。風の動きじゃないでしょあれ。もういいよ。あそこしか動いてない。音がした後飾りが不自然に動いた。もういいよ。そしてまた動いてる。すごいな。めっちゃ動いてんねんけど。あ、風船。風船。こんなに？こんなに動く？浮いてるっていうのこれ。
から。おお。うわうわうわ。おるやん。そして我々が取材を終え、機材を片付けているとき、突然それは起こる。何何何？これこれちょっともう。あれあれ？え、何出したの？え？ちょっと静かにして。急に？お供え物に埋もれていたオルゴールが突然鳴り出したのだ。何それ。どういうことなのか。早くあの人を呼ばねば。今鳴り出したの。急に。急にでした。嬉しいな。嬉しいな。最後に、こうやって。どういうこと？真似を。あれの見送り、別れの挨拶じゃないけど、だからグッときますよね。別れの音楽。危なかったですよ。涙しそうになりましたよ。だからやめられないです。